こんばんは、おにいちです。ですね、今回、バーラーというメーカーの、ストーブを購入しました。で、今フレームスプレッダーなんですけども、これ真っ黒だったので磨いてます。で、この筒の中ですね、今綺麗になったんですけど、これアフロ君かなんかいうやつなんですけど、これズゴッと入れて中まで磨いて、まあそこそこ落ちたんですけれど、割と細かい部分の汚れ気にしちゃいけないかもしれないんですけど、こういうとこっすね、この辺とか、傘の裏この辺とかがちょっとへこんでてやりにくい状態なんで、この前退場してもらったドレメルさんでやっていこうと思います。軸付き砥石の、ラバー、セットものをですね、コーナーさんで買ってきました。で、先端形状がいろいろ選べるんで、これからいきます。ピント合わんね。これからいきます。僕の晩御飯が野良猫にやられてしまいました。どうしよう。野良にやられたところをカットして食べます。ですね、ある程度磨きが終わりました。まあ最初の真っ黒から比べたら、ここまでやってればまあ9大点かなと。黒いところが若干ありはするんですけれど、まあここは最後に仕上げていくつもりではいます。バーラーの、内炎灯の磨きでした。アウトスプレッダー外炎と、磨きまくりました。こんな状態です。へこみがですね、ここ1箇所見られます。まあ、それ以外はいいんですが、実はパッキンが破れてまして、パッキンの方、これガスケット買ってきました。5ミリやつです。コンマ5ミリですね。んで、持ってなかったので買いました。丸く切るオルファです。んで、これが、フレームスプレッダーインナーの方ですね。これも磨きまくりましたね。だいぶ綺麗になったと思います。で、タンク、真鍮のタンクで、さっき灯油抜いてきたんですけど、結構ひどかったっすね。すす汚れ、まあ仕方ないんでしょうけど、年代も考えると。で、これ真鍮タンクで、一応漏れなしとのことだったんですけども、燃料タンク、パッキンがございません。最初からこういうものなのか、ついてないのか不明。
で、燃料系、パッキンは多分まだ生きてます。で、いつもの古い灯油はコルクみたいなね。で、燃料系のガラス部分、透明部分がですね、マイカっぽいんですよね。まあ、ペラペラで、汚れもある程度磨きはしたんですけれど、落ちきれない。雲母の間に汚れが入ってるのかなって感じですね。これ、ペット樹脂で作り直してもいいんですけど、これはこれで味があるんで、このまんま行こうかなと思います。んで、この前、ピカール最高メタコン、ちょっとディスってたんですけども、今、これ、メタコンで磨きました、ある程度。で、こっちが磨いてない方ですね。全然違うと思います。磨いた方。磨いてない方。で、これちょっと今から、灯油も抜いちゃったんで、磨き仕上げをしていきます。給油系のキャップ。薄いパッキンが1枚。燃料系を挟むように。こうと、ここに1枚ですね。下側に1枚と上側に1枚ついております。真鍮素材なんで、塗装が、まあ、乗ってはいるんですけれど、できればこのオリジナルの塗装は剥ぎたくない。なんで、ピカールでも全然いいんですけど、とりあえず今回はメタコンでいきます。ピカールじゃないや、ごめんなさい、ワコースメタルコンパウンド。長く使ってなかったんでちょっと塊気味ですね。バーナーの525っていうのがなかなか日本ではヒットしなくて、販売してますよとか販売終わりましたよっていうのはすごい多いんですよね。で、じゃあ実際にどういう作業をしてるのかとか、どこがどう汚れてるのかとか、メンテナンスはどうだとか、そういうページがなくて、うん、困ったな。で、まあ海外ではね、割とレストアとかされてる方もいるんですけれど、私塗装施設とかサンドブラストの設備とか持ってないんで、延々手磨きです。で、この塗装はオリジナルと思うんで、できればオリジナルは剥ぎたくないし、かといって汚いまんまでも嫌というジレンマですな。ピカピカにしてドヤーっていう人もいますけど、僕割とオリジナルが好きですね。キャップこんな具合になりました。あとは取れる汚れ、爪楊枝とかで取れる汚れもあるんですね。で、裏に、SAL SAL って書いてあります。これが何なのかちょっと分かんないんですけども、このまま残したいなと思いまして、ここは磨きません。中の清流ですかね。ペッカペカになってますけど、ここもすすだらけで割とひどかったんですけど、磨いてまあ綺麗にすすは落とせたかなって感じですね。で、まあ取っ手なんかも磨けば光るのかなと思うんですけれど、これはこれで残しとくのも味ですよね。全体像こんな感じです。で、またボツボツ磨いていく。磨きが終わったので、いろいろと取り付けていこうと思うんですが、ウィッグ、返しんですね。これ、パーフェクション、ナンバー500、バラーヒーター。皆さんご存知、古いストーブ愛好家の間では、有名だと思いますけども、オールド&ツールズさんかな、そこで通販で、最近よく買い物します。古いストーブをいじり出すとオールド&ツールズさんはすごく助かりますね。
フロートの位置がよろしくないで、底付きするときにはまあこれでいいんですけど、フルになるとここまでしか上がらない。すごく敏感でちょっと調整に手間がかかりそうです。やっていきます。こっちがあります。ここにですね。で、これのはまる場所っていうのが決まってます。ここに切り欠きが若干あるんで、はめ方としてははまった時にこうなるんですね。で、この時にフロートの位置がどう変わるか。燃料パッキンなんですけど、以前っていうかこの前買ったんですけど、豊富さんのパッキンが割といい具合なんですね。うん、猫邪魔、マカロン邪魔で、もしかするとこの豊富の給油口パッキン、まあ、これが使える可能性があるんですが、まあこれはもうグズグズで使えないんですよね。で、アストロさんのこのオーリングセットですね。この中から使えるものがあればそれを使いたいなと。ほぼジャストサイズのオーリングがございました。こちらで蓋をしようかなと。耐油性っていう部分を考えると、あまりよろしくない。そしてこれはかかりが浅くなりました。困った。豊富さんのパッキンだともうこうでバッチリなんですけどね。それでもかかりはだいぶ浅いので、ちょっと考えなきゃいけないですね。もうないよりは全然あった方がいい感じですね。ウィッグパーフェクション、ね、こういうのが新品で手に入るっていうのは素晴らしいですね。ちなみに免震です。組み立てには、まだしばらく時間がかかりますので、とりあえず入れるだけ入れてみます。で、これは街灯までセットになってまして、まあ、皆さんご存知かと思うんですけど、こんな感じで爪で引っかかっておりますね。で、純正が多分ついてたんだと思うんですけど、純正めっちゃごついですね。まあ捨ててはないんで後で紹介します。で、まだ湿ってないんで硬いです、動きが。でも、いいっすね、いいっすね。はい。で、ここまで来たので外縁灯なんですけど、外縁灯のパッキンが割れておりまして、アラジンのが使えるのかなと思ったんですけど、アラジンのは若干でかいです。なんでワンオフで、まあ、作る形にはなるんですけれど、これはねじ込み式ですね。なんであんまり力入れると素材が真鍮なんで変形するかと思います。もう締まり切ったらそこで OK みたいな。で、ウィッグを上げて確認。で、先も揃っておりますね。これ、カッコンって下がるのがいいやつね。で、インナースプレッダー、これでこう上がってくる。なるほど。外縁灯のパッキンなんですけども、外周が107ミリで、外周と内周の大きさの違いっていうのは5ミリで、一旦107ミリで切り取ろうと思うんですけど、107ミリだと2で割れないんで108ミリ
でいきます。そうすると54ミリでカットできる予定です。予定通りうまくいきませんでした。天板裏面です。見ておきます。深夜の3時です。窓磨き終わりました。ペカペカにはなってないんですけれど、これぐらいでいいのかなと。で、天板の、裏、すすがすごかったですね。で、表、ここまで綺麗にはなったんで、まあいいかなと。で、これが裏側なんですけど、磨いた方がいいかな。一応これがこうスライドして穴がね、隠れたり見えたりするようなやつなんですけど。で、止まってたリベット。裏が、丸穴が、4つに区切られて、それが曲げられて固定されてる感じですね。リベットですね。で、やっぱり気になるんで、明るいとこに来ると見えちゃうからですね。磨きます。もう磨き終わったんで、これでドッキングさせます。で、一応はまりました。で、今度これを開きます。で、かしめが終わりました。この型はまあ若干はあるんですけれど、許容範囲。いいっすね。あ、映ってないか。こんな感じで動きまーす。開きまーす。最初に比べたらね、全然いいと思います。満足です。で、ここのリベット、この形状のものがあれば理想なんですけど、とりあえず見当たらないんで再利用という形にはなります。で、今回やって失敗したなと思うのは、これ、この筐体と、こっちの、動く方ですね。この間にワッシャーを1枚もしくは2枚入れるべきだったかなという反省点はあります。では、実は遠距離カッターうまくいきませんでした。穴が開いたのはいいんですけど、僕の使い方が悪いのか穴がずれちゃいました。でちょっといびつになってしまったんですが、一応元のガスケットがあったので、一応カッターを取ってこれをデザインカッターでくり抜いていきたいと思います。一応型抜けました。どうかな。元の型がこれです。いいんじゃね。悪くないと思います。ちょっとつけてみます。取り付け、いい感じでございますね。割といい感じじゃないでしょうか。満足。とりあえずはめてみます。はい、ざっと外周に沿ってカッター当てて切り取ります。この具合で完成ですね。で、もともとのガスケット厚みが、で、今度つけたガスケットの厚みはこんくらい。ちょっと熱いです。いい感じで収まりました。満足です。で、スプレッダー入れて、とりあえず下回りはある程度終わりました。次は外装の磨きなんですけど、
トッププレートは終わったので、トッププレートと、窓ですね、こいつとトッププレート終わりました。で、これの中に入っている石英ガラスもグズグズのボロボロで赤どころか黒くなってました。これが終わったら確定申告もしなきゃいけないんですけれど、あー気持ちがね前向きにならないですね。次回予告、富士川 SP226 やりますの前に、バーラー525ですね、仕上げていきます。筐体がボディがめちゃくちゃでかいんで、明日天気が良かったらもう外でポリッシャー当てて磨こうかな的な勢いですね。うん、以上です。